軍配でしたかね。そうですね、はい、でもそれでも結構内容競ってたはずですよね、3-2でギリギリ CJ トゥルースが勝ったという展開でしたけど、その立ち回りも結構ね、そのナックルズ側がそう競り勝ってるんですけど、そのでかいのをやっぱ CJ トゥルースが通すみたいな展開がすごい多かった気がしますね。ただ今日はお互いノリノリいい動きを見せています。そうなんですよね、どちらの上振りの部分がそれを刈り取っていくか、注目のラウンド一つ目はナックルドゥ、あざ笑うかのような前歩き。本当にパッドかな。すげえな、すごい動くね。元祖パッドプレイヤーと言っています、うん、スト5に関してはナックルドゥ。さあここは危ないシーンめり込んでいる。ゲージはここの飛び道具抜けに、そうですね、基本的には回していきます。やっ、うまい通してきた。サンプルのスパイラーをジャック、うわここ戻してくる。縦では返しません。ダメージを獲得してセンターまで、うん、抜ける早すぎる。抜けますね、反応が早すぎる。フィジカルですよね、ソニックって結構抜けるのむずいんですけどね、うん、ここまで精度高く抜けてくるとナックルも非常に打ちづらい。うまい、足元から返してお互いぶつかり合って、このラウンドはトゥルースか、いやここで一旦下がる。ダブルアップを狙いましたね。貪欲ですね、トリガー発動の補正を切るために。さあチビソニック1枚焼けますね。トリガー中はまあまあ難しいんですが、若干そうですね、再遠距離だと抜けづらくなっちゃうんですけど、うん、まあ、あの辺の近めだったらあの抜ける難易度は上がるんですけど、うん、それでも抜けてきましたね。集中力を完璧に飼いならしているのは CJ トゥルース。しかしナックルはこれを立ち回りで返している。さあターゲット上、ここで初のストライク、1本崩しました。お梅原を彷彿とさせるような差し返し、ソバットを振って立ち強系を振らせて空振りを取る、うん、ですね、動きでしたね。EX サイクルいけた、すごいアメリカのレジェンド、そしてこの若手同士のこの対決、体力リーダー CJ トゥルース両者 V トリガーリソースある状況。いや見てるから間違える、したくないっすよね。あーすごいしゃがんでる、動いた、これはちょっと動いた、なんかキャミーとガエルで、これはいろいろ動画で見たことある状況。だるまさんが転んだ状態、あの時は夜だったが今度は昼のこのシャドルベース、これそうですね、337拍子とか刻んで、これは刻んではいけない。うわー、ただ抜けてくるカウンター、おっと V トリガーまでは発生しません。歩いてくるのか、また止まった。もう苦しいのはナックル、時間が足りません。そうですね、15秒でもこれソニック当たれば終わります、ね、そうですよね、ソニック当たれば終わりますこれ。さあシューティングまで、テンカウントは止まる、冷静ですね。ここで CJ トゥルース対空強化スパイク、ここもまず CJ トゥルースが一つ、やっぱりちょっと押し切るパワーは若干 CJ トゥルースが地道な、あんなにソニック抜けられると嫌ですよね。 EX も抜けてましたよね。そうですね、あれはあれすごいな、フィジカルですね完全に、まあ、意識ライブもそうですけど。さあこのルーザーズセミファイナルにおいて CJ トゥルースの集中力は最高潮。いやそれもすごいす、ね、それもすごいカイルハイ、いやそれもすごいですねトゥルース勘弁してくれよ。朝8時とんでもないプレーの連続です。うわ技相性噛み合わせて、ナックルドゥももう思わず打つしかありません。ターンを返します。冴え渡っている CJ トゥルース、ここ抜けるような動作が見えました。ウィトリカを発動してギアを上げていく、カウンター今日2回、技を軽くると先ほどは中足が出てきた。まあ、もう抜けられない距離で打ってますね。ですね、さすがにここならばっていう。いやちょっと待て、ゲージが溜まりそうだか、ギリギリ溜まらない。ナックルどうする、早投げ、ヒヤッとした。まあ打たないですよ ね, すよね、もう EX も打ちたくないですよねこれは。来るのか、うん、カウンター。さあ
シューティングでドットまで削る形、完全球だけ打ってライン上げる。おお、ナックルドゥ取り切ったが、まだまだ不安が残るぞ。かかれば終わってましたね今のは。はい、さあこの研ぎ澄まされし CJ トゥルース、ナックルドゥはどう返すか。まずは1本取りました。おっと、オマーの形当たりました。釣ったんですけど、なんか当たってましたね、はい、タイミングが早すぎて通常技に当たってましたねだからさあゲージ3つはナックルドゥ、さあいい形で中継、少しゲームの内容変わってきましたか。そうですね、玉抜けからその密着を作られて、その置き攻めでやられるっていう展開が多かったんで、ええ、警戒して抜けにくいタイミングと距離で打つようになってからは、その置き攻めされる回数が減ってますよね。これは強パンチからリターンを取りに行く。まあでもこれはお互いリーサルですね。うまい、これは残らないかな。お見事。さあ強化中、テンペストなので、ソニックテンペストなのでかなり減ります。残るか。おお、残る。おお、生中だ。オーマイガー、ここで中段を上からぶっ刺してきたのはナックルドゥ。すごいっすね、これでカウントタイム。あれ見ちゃうな、ちょっとあれはさすがにガード、さすがの CJ トゥルースも。これ1位ですか。4人の4人あーって言いましたもんね。そら食らうわみたいな。あ、すごいな。さあこの1対1までのゲーム内容があまりにも濃すぎるが、いきなり投げ、長い長いゲームがまだ続きます。2つ目の星はどちらの手に渡るんでしょうか。ちょっとずつナックルはフェイント絡めながら距離をよく見ている。うわ、抜ける。これはまあでも抜けられてもその入れ替わる、そうですね、で端に詰められない、別に抜けられてもいいかな。なるほど。ナックルはわずか、うわこれ先ほども見えましたが、ガイルハイ合わせてきています。ガイルハイ、イガーが溜まっているので、ナックルもいい形で自分の立ち回りを作れてきました。1ゲージないんで今はまあ気持ちよく溜まってますよね、ここ今あんまり抜けられたくないですよね、まあ、危険球になる、はい、おお、動かない動かない、不動不動ナックルドゥですね。この距離は抜けられないですね。さあここからはフェイントを織り交ぜながら、うわピンタで合わせる、フェイントでビタで合わせてきた。さあ入れ替わりはしますが体力リードを取り返した五分ですけど、うっかー、いやー間に合わない、ゲージを使うと足りています。CJ トゥルースの完璧な判断です。早かったですね、わずかに間に合った。トリガーの発動でその時間を停止して状況確認しようとしたんですけど、硬直がちょっと長かったですね。そうですね。さあ弱弱中踏んでいる、いい形。 CJ トゥルースがこの場をキープ、抜けてくる、当たっている。さあドットしのげるか。ここからは大逆転が必要になるナックルドゥ。もうキャミ側は無理せずにゆっくり下がっていく感じですね。玉抜けだけ見ながら、上からアプローチも全く必要ない状況。ナックルは最端に行っちゃうとちょっと危ないので、ここで上から来た。さあ重要な2つ目の星はナックルドゥは落としてしまい、 CJ トゥルースが取ります。いいプレーです。全然わかんないですね。わかんないですね。これは取ったら取り返す。なのでやっぱ一つのリードとかが結構響いてくる。はい。おっと、おこれはキャラクターセレクトですか。インターバルですね。あーちょっとどうする、確かに、いや今僕らもですけどだいぶ息止まってましたね。フィジカルですね。フィジカルですね。クル持ってるのだと、あとはミカ G、まあ、キャミも持ってるけど、あんまり出したくないキャラが残ってないです。まあ、ミカは絶対に出したくないですし、 G は、まあ、G もまあ出したくないですね。他にもう手札ないですかね。まあ、キャミは結構嫌なキャラになるのかな。だからいや
クルだな。昔なんかローキャラミラー出した記憶があるけど、多分ないでしょうね。多分単純なインターバルになりそうですが。そうですね、っていうのが一番硬いかなっていう、うん、V トリガーの変更とかも特にはなさそうですけれども。そうですね、うん、集中し直しですね、じゃあね、うん、確かに。ただブレードもまあ抜けられてはいたので、まあなんか何か変えるのもあるかもしれませんが、だいぶもちょっと機能しづらいですからね、うん、まあ単純な板場かなと。そのままがいるかもしくは、その今日かなり連動の面で素晴らしい動き見せていた G を投入するとか、後半の逆転力に関してはガイルよりはるかに、そうですね、まあ、ワンチャンスの部分っていうところで、その代わり防御がとにかく、まあ、立ち回りがとにかくきつくなるんで、うん、あそれをさばけるという、まあ、そうですね、この難しいカウント状況から出せるか、注目です。おお、キャミンなんだ。え、そうですね。僕なんか一回どっかの大会でミラーは出してたな。かぶせに行ったのは確かに見たことあるんですけど、あん時勝ってたかっていうと、その記憶がちょっと怪しいんですけど。どうなっちゃうんだ。キャラになりましたか。まあ一応ツリストとかは全く機能しない組み合わせなので、割と近めの距離になりそうですけれども。そうですね。強スパイクがやっぱその長い距離その対空カバーするんで。あと多分遠めの地上ですね、そのタッチ中継をお互い、ね、振りまくるっていう、でそこの外側から中盤刺して技石を噛み合わせるとか、なんか結構渋めの動きですよね。はい、遠めアローも確かスパイラルアローを打つことによって対策できるはずなので、この組み合わせは。さあ、なんとナックルが出してきたのはキャミ、もう後がないのでもうキャミで行くぞという、うん、これの組み合わせなんかあれですね、シーズン2かな、2か3かって、なんかすごい同キャラ見た気がしますね。もう本当に要は大キャミー時代、そのシャオハイとかがそのキャミー要は大キャミー時代ですね。元気だった頃は大公開時代。あ、うまい。ここは前に出るようなルートを中攻撃で見せていく。さあ、ナックルキャラ外から一瞬だが全く動きよどみなし。これぞナックルドゥ、元祖ったキャラ使いの。そうですね、ナックル。ただ画面外入れ替わると話は別。ブリバサル、これは確定。おは7なので強パンチが確定。ここの揺さぶりでは CJ トゥルース分がありそうですが、 V トリがあります。どうだ、これは間に合っています。折り返し、すげえ。ナックル取ります。ラウンド2、 CJ トゥルースにミラーマッチを土正面から挑んで、まずラウンドを取ります。揺さぶり、しっかり取っていく。さあ、いいペースだ。わずかな外からアウトレンジキープ。初中継結構ガンガン振ってるんですけど、返すためにその CJ トゥルース側が立ち強け振ってるんですよね。それにうぅ、しかし、あー、まあ強度が強になるとちょっと ね角度変わりますからね。弱だと多分当たりましたね。た, ね、ただナックルはこれで何かプランが変わるの男ではありません。このまま体力リードをキープしていくか。今度は表カードしている、距離がちょっと遠い。先に去った CJ トゥルース、リードはトゥルース、中足から V トリガー2度、お早い。すでにあの空間を取った時にはコマンド入力してそうなタイミングでした。これでマッチポイントは CJ トゥルース。ギリギリですがるナックルドゥを突き放すのか。じゃあ3つ足元を崩していく。さあ距離取ってセンターまで戻ります。リフトアッパー、試合は大きく動きません。いい足元にいいですね。ただトゥルースなら反応もしそうというような難しい間合い。さあ、ここでダウンを取った。ついに均衡が崩れた。投げ両者打ち、タイフリーダー CJ トゥルース、リガーをどこでお互い使うか。さあ、達人の間合い、どう刺すか。距離を取った、調子刺していく、使い切った。ゲージは3つ、もう当たりないぞ。シシェトゥルスだけがリーサルですね、はい、かなり状況はナックル悪いですが、ゲージが1本しかない。クリティカルアーツの際はもうない。カウントも30カウント、おお、立場。さあ、この舞台に舞い戻ってきたナックルドゥ、道半ばで売るか。これは仕込みの部分
からボタンを押してアローに化けてしまったか。いや、バックステイに入れたんじゃないのかな。読みか、読みというか、多分後ろに下がったモーションが見えたから押したっていうのもありそうですね。バックステイに見えて狩りに行ったのかなっていうのが多分一番。なるほど、反応がちょっと恨めてしまった。反応良すぎてもダメなんですよ。のかなっていう気がしますけど、実際には本人しか分かんないっすね。